伊藤のの天下の一大事おはようございますカステルですでこの番組は三重県四日市市の金型メーカー株式会社伊藤製作所代表取締役社長で中京大学特別栄誉客員教授の伊藤澄夫さんにお話を伺いながら日本のものづくり企業の未来を考えます。 伊藤社長おはようございますあおはようございます今週もよろしくお願いします、はい、今月のテーマは海外の生活や社員教育なんですが先週伊藤社長にフィリピンの話をいろいろとしてもらいました、はい、今日は社長、はい、フィリピン駐在経験のある伊藤製作所の方にお越しいただいてるんですよねぜひあの話しさせてくださいはいそれでは自己紹介をお願いします、はい、伊藤製作所の稲垣っていまますすよよろししくおお願いはうございます 伊藤製作所常務稲垣智彦さんです。よろしくお願いします。本当はね、先週のこの時間出ていただく予定だったんですが。社長と話弾んじゃいまして。一 <laughs> 週間待っていただきました。<laughs> いやー、でも、こんな素晴らしいスタジオに二週にわたって、あのー。来させていただきまして、逆にありがとうございます。 <laughs> ところで稲垣さん、はいえー、伊藤製作所の海外経験というと、いつ頃えとですね、私が駐在したのは2008年から2012年までですね、はい、4年半駐在してたんですけど、場所はフィ,フィリピンですね。はい ちょうど世界的にはリーマンショックの頃から、あとは日本では東日本大震災が2011年にありました、ず、はいぶん、はい、激動の時期をフィリピンで過ごされたとそうですね、ですので、その頃は今ほどあのインターネットも、回線も早くなかったんで、情報がなかなかフィリピンって取れなかったんですけど、<laughs> うん、日本本社の方は週3日、4日休みになったりとか、<ー>でそういう状況で、実際、日本の本当にそういう。 苦しい時期っていうのを全然経験してなくて、フィリピンは本当に、えー、と時間がゆったりと流れてるって感じでうあの、あんまり伝わってこなかったですね、フィリピンでは、はあ、実際、伊藤社長は両方、日本もフィリピンも見ていらしたと思うんですけれどもそうです、ね、だから当時はやはりフィリピンに出張するのが癒しですね、差が大きすぎましたね。 はい、安定しておりますから、ね、フィリピンの場合は。<ー>あの会社の方も軌道に乗っておりますし、まあ、1990年代の進出ということですから、うん、その時点で10年ちょっと経って、まあ、安定し始めたという頃に稲垣様フィリピンに行かれたとそうですねあの、仕事もですね徐々にお客様からの信頼も得て、増えてる時期で、うん、やりやすい時期ではありましたし、社長からはですね、うん、あの無理して仕事を取るなと。ほう 仕事を取るよりも、社員教育をしっかりやれと、うんうん、そんな暑い国で徹夜してまで仕事をするんではなくて、うん、ちゃんと週末はゴルフ行けるような時間を取って、うん、あの仕事をしろと、うん、いうことで、逆に、まあ、ある意味、いいプレッシャーにはなってはいましたねあなるほど、つまりオンとオフのメリハリをつけるっていう意味でもあるんですよね。はい 先週の放送で伊藤社長が話していたのは、治安がどうなんだっていう心配がフィリピンにはあるんじゃないかということですが、実はそんなことないんだよっていうことでした。はい、実際のところ、稲垣さん、どうでしたそうですね、私はあの家族帯同で行ったんですけど、最初行く頃はまは、家族も友達から、フィリピン大丈夫なのとか。 危険なところあるんじゃないのってことだったんですけど、うん、まあ家族も非常に怖い思い何一つせずに、いい思い出ばかりで、うん、非常にいい経験をさせてもらったと思ってますその時の家族構成を伺っていいですかえとです、ね、私と娘が一、えー、人で3人で行ってたんですけど、うんうん、娘は小学校4年生から3年間、行ってました、はあ、小4から3年間。はい 非常に多感な時期をフィリピンで。そうですね。最初、フィリピン行くの嫌だって言われそうかなと思ってたんですけど、まあ、フィリピン美味しい果物もいっぱいあるよとか、<laughs> そういうので、まず釣っていったんですけど、意外とあの、日本人学校もありまして、うん、駐在者の家族もたくさんいましたので、うん、今でも交流があってですね。<laughs> で、大学卒業したら、一緒に女の子同士でフィリピンまた行きたいねっていうぐらい、 あのいい思いでしか娘は残ってないってことですね。そうですねじゃあ今、お嬢さんは20歳を超えて。はい、今、22ですけど、うん、まだちょっと2年ほど、えー、と親のすねかじりたいってことで、<laughs> <laughs> まだ学校行ってます <laughs> 奥様はどういう感じで過ごされてましたかそうですね。私たち駐在者の方が <laughs>、うん 治安に気をつけてはいたんですけど、うん、奥さん連中のがよっぽど危険なところ平気で <laughs> 休みの日とかも行ってましたあなるほど奥様同士のつながりネットワークっていうものがフィリピンでもできていたと、はい、そうですね紀藤文雄の天下の一大事 4年、フィリピンに滞在して、稲垣さん、離れる時はちょっと後ろ髪引かれる思いだったんじゃないですかそうですね、最後の1年は、ですねどうしてもあの娘が中学校に上がるってことで、1>, うん、えと1年間は単身になったんですけど、その時にですね、はい、えと金融街の非常に治安のいい場所に最初、住んでまして。はい その後目の前がゴルフ場の、うんまあ、六本木にゴルフ場があるような日本で言うととんでもないところがフィリピンにはあるんですね <laughs> でそこに移りました、単身で。で、家族も休みの時に来たんですけど、んなんでお父さんだけこんないいとこ住んでるのって <laughs> <laughs> 家族で住んでた時よりも、いいとこ住んでたんですね、<laughs> 単身で。いや私があの依頼したんではないんで、社長のご厚意で。<laughs> 社長息の計らいです、ね、そうですすねねそう いいところへ住んでもらって、一流の仕事もしていただくと、これが僕の思想ですので <laughs> うんその一流の仕事というのが、やはり金型技術というものをフィリピンの人たちに伝えていくということだと思うんですけれども、はいはい、言葉の壁っていうのは、稲垣さん自身は感じなかったですか。 えーっとですね、最初はあったんですけど、どうしても日本人駐在者一人っていうことで、うん、自分が話さないと仕事回らないですから、うん、やっぱりあの家族がいたときっていうのはあの、家に帰ると日本語に戻っちゃうんで、うんえー、最後の単身で一人のときのが、英語の成長は早かったかもしれないですね。はあ、伊藤社長に伺いますけれどもはい、はい 海外に社員を赴任させるときに、英語ですよね、うん、主にそうです英語ですね、行く前にある程度の英語を身につけさせるんですか、はい、当初に働いてる社員で、初めから英語が得意ですってのはやっぱりいないですから、うん、まあ彼に行ってもらおうかなと。 てのは大体2年ほど前からあの目をつけまして、えー、で海外に行くための技術的な、管理的な品質的な勉強、訓練重ねて、うん、あと行く1年近く前になったら、えー、英語の塾に行くっていうのは時間もありませんので、うん、あの僕が選んできた初級の英会話の CD をですね、うん、DVD を、会社の応募だけを必ず聴いてくれと。うん いうことで、半年、10か月ぐらい、あの守って聞いたのがですね、うん、大して英語のように自信がない彼だったんですが、たまたまその駐在してから、うん、非常に耳がよくて、わかりやすかったということで。うん このやり方が一番楽していいかなというふうに僕は思っておりますね、うん、稲垣さんに伺いますけれども、はい、フィリピン行ってくれっていうのは、前々から言われていたんですかそうですね、まあ、社長からは3年ぐらい前から言われてて、次お前だ、うん、次お前だ、次お前だって言われてて、うん、まあ社長のことだから、半分 <laughs> 冗談かなと <laughs> 勇気で <laughs> いたんですけど <laughs>。 誰にでも言ってるじゃないですかみたいな <laughs> そうですそうです <laughs> じゃああれですかそれこそ英語の CD 聞いてくれっていうあたりから本気かなって思ったと <laughs> そうですね渡された時はえっと思いましたね本気なんだと <laughs> はい <laughs> で毎日通勤の時間に聞くっていうことは実践されてもちろんやってましたはいただですね <えー S 2> え日本でやるよりも現地で必要に迫られてやった方が短期間で集中してはい 喋れるるようになななったかなと思います、うん、なるほどいやどうしてもねあの、日本人は英語力が低いっていうことをよく伊藤社長、聞きますよね、うんうん、ね余計それが、ね、英語へのコンプレックスっていうのを増幅させているような気がするんですけれども、はい、今のお話聞いていると、まあ、当然、学んでから行く、行ってから学ぶ、うん、稲垣さん、両方あるわけですよね。はい、うんどっちか片方でもダメだと そうですねまあでも、行ったらなんとかなるかなという気はし金型技術を教えるにあたって、専門用語ってやっぱりあるんですかでありますね、ただですね、普段使ってる言葉も、半分英語に近いような言葉もありますし、うんで、英語で伝えにくいような言葉は現地の人間は日本語で覚えたりもしますししかも大事なのは、稲垣さんだけが喋れるっていうことじゃなくて、 で相手の現地のフィリピンの従業員たちがそれを分かるっていうこと、これも大事ですよね。そうですね。分からないとすみませんね。んはい。だからそのあたりちゃんと自分の伝えた。 意思は伝わっっててるんだろうかって最初心配にならならかかったでですす、うん、稲垣さんえそうですね最初はですね自分の言葉で伝わるのかなっていうことで、ついつい最低限の言葉しか伝わあの話さなかったんですけど、うん、やっぱり恥ずかしがってて、も仕事進まないですから、うん、もう身振り手振りを踏まえてですね、うん、話すようになって、あ稲垣はこういう話し方するんだなっていうので、相手もある程度理解はしてくれるようになりますので。うん、はい、うん 伊藤でも、こういった経験っていうのは、伊藤製作所内だけではなく、ラジオおきの方で、なんとなくね、英語がペラペラしゃべれるとかっこいいよねとか、外国に旅行したときに役に立つよねっていう、漠然とした思いだけはあって、でも、なかなか英語は身につかない、苦手意識だけ持ってるっていう人たちにとって、伊藤社長、非常に励みになりますねそうですね。うん 実は1990年後半に海外に行きました、あの頃に、他社を見ますとね、例えばベトナム金型屋さんが、社内で会社で全部日本語でやってるところもありましたね、はあ、だからもう、日本語ごと輸出してるような感じですね、はい、でよく聞いたら、会社を作る前に2、3年、日本に5、6人読んで、うん、日本で完全に日本語を覚えさせてね、それで帰ると。 いうことですから、日本から行く駐在のものは非常に楽ですよね。そうで、すよねでそれもいいなと思ってやろうと思いましたが、うん、やはり将来、50人、100人、200人になったときに、うん、200人の際に全部日本語をなして感じようというと、これ不可能ですね。うん、だったら、日本人の行くものがね、うん、ある程度、一人でいいですから、努力してやれば。うん、まああの 現地の社員は全部助かりますので、だからまあ当社は日本語はつかない形で進めております、今後もそうやりますけどね。分かる人を増やす、うんうん、そして皆さんが等しく金型のことを理解するっていう意味でも。 長木さん非常に大事ですね、これはそうですね、ですので、うん、今ではあの日本の伊藤製作所でも英語を話せるメンバーがどんどん増えてますので、うん、今、えー、フィリピン、インドネシアのテレビ会議なんかでも、も英語でみんな話すすようにしてます、うんはい、国内にもいいフィードバックがあるようです。 稲垣さんそして伊藤社長どうもありがとうございますどうもありがとうございました番組では伊藤社長の最新刊日本製造業の交代は天下の一大事を抽選で毎月10名様にプレゼントしていますご希望の方はこの番組の感想を1行2行で構いませんさらにあなたの住所氏名電話番号を書いて i t o ク都会 radio.co.jp までお送りください当選者の発表は商品の発送をもって変えさせていただきます 伊藤澄夫の天下の一大事、出演は株式会社伊藤製作所代表取締役社長伊藤澄夫さん、常務稲垣智彦さん、お相手は現石カステルでした。また来週